食べ物をレスキュー、食ロスゼロレンジャー。第4話、外出時の食べ残し削減。外食するのも久しぶりだね。そうだね。でもお腹がいっぱいでもう食べきれないや。ちょっと待った。そのまま残してしまったら、その料理を廃棄されてしまうことになるぞ。ここでレスキューの種を伝授しよう。それは、外食産業からは116万トンの食品ロスが生じているだ。116万トンは一般的な象約20匹の体重に相当する。原因として仕込みのしすぎや調理時の過剰除去などがある。そして消費者にできることは食べ残しをしないことなのだ。でも食べきれないときはどうすればいいのかな？いい方法があるぞ。ここでレスキューミッションを伝授しよう。今日のミッションは、外食時は食べられる分だけを注文して、食べられない時は持ってこ、ドギーバッグを利用しようだ。ドギーバッグとは、外食をした時に食べきれなくなった料理を持ち帰る容器のことだ。残ってしまった料理を持ち帰りたい時は、持ち帰っていいか店員さんに聞いてみよう。なるほど、外食先で食べきれなくなった料理を家に持ち帰ることができれば、家でもお店の味が楽しめる上、食べ過ぎの防止にもなるね。その通りだ。もちろん、美味しそうだからといって、たくさん注文するのではなく、自分が食べられる量をよく考えてから注文することが大事だぞ。そうですね。ここ気をつけます。ただし、持ち帰るときは食中毒に細心の注意を払う必要がある。食中毒を防ぐには、清潔な箸と入れ物を使い、自宅に持ち帰ったら再加熱など殺菌をしてすぐに食べることが大切だ。健康が一番大事だから注意しないとね。